とりあえずまた帰りも撮ってますこんにちは、こんばんは、梅チャンネルの梅です。昨日の続きの映画から帰ります。自立支援の手続きはすっかり済みました。来年は障害者手帳のあれ更新もありますね。2年に1回なんで障害者2級です。私昔は3級だったんですけどひどくなりました。一時期本当にやばくて、福岡の姉は入院した方がいいんちゃうって言うんだけど、病院で入院しろって言われへんから、自分から入院したいっていうのもあれなんで、なんとかやり過ごしましたけど、しんどかったですね、あの時の鬱は。本当に谷氏さんに似合いそうな服があるか、あるある、これいいやん。ちょっときついかな、パンパンになるね。いいやん、あの葉っぱ模様のとか、これいいやん、これ高そうやな。松尾番内さんと松原谷さんだけですね、男女共用ですっていうギャグ、男女兼用ですか。ちょっとゆっくり帰ろう、足が疲れた。豆腐屋さん、私のおばあちゃん豆腐屋さんやってたんです。おじいちゃんと、おじいちゃんは50歳で亡くなったらしいです。母が10歳の時、それから女で一つで子供4人、男の子3人と母1人と、みんな15で中学卒業したら大阪出てきて働いてましたね。母も和歌山市内かな、出てお手伝いさんとして10年間結婚するまで住み込みで働いてたみたいです。だからかな、こうね、すごい綺麗好きやし、料理もうまいし、だから手伝えないんですよ、私。もっとやれって言われると思うんですけど、母が入院した時ってね、大体私が代わりに家事するんですよ。ほんなら、だんだん、こう、夕食とか作ってたら、だんだんこう、あれこうせな、あれこうせなって言い出して、ほんでもう自分で始めるっていう、そんな感じみんなまずいって言われるし、カレーまずいって言われるってどう思います？私カレーまずいって言われるんですよ。私全体的に味が薄いみたいです。カレーにもなんか塩入れられた次の日ちょっと泣きそうになった悲しくてで、カレーに味噌汁出したらおかしいってみんなに言われて、え、そうかなって思ってんけど、おかしいですか、カレーに味噌汁って。
あといろいろ作りますよ。おでんも作るし、八宝菜、他何やったかな、シチュー、林ライス、いい家がいっぱいやな。こんな家に住みたいね。あとは皿うどん、まあ八宝菜と同じですけど、皿うどん、マカロニとかも作ったし、グラタン作ったし、ガトーショコラめっちゃハマって作ってた時ありましたね。ガナッシュクリーム大好きなんで私、美味しかった、自分で作ってないんやけど。あとミートパイもめっちゃ作りましたね。もうやり方覚えてない。もうパイ生地から作りましたね。なんか言うてはる。なんですよ、何もつけてないから。なんかつけても変わらんなと思って。もう自分の髪に期待はしてません、何も。この髪、すごい鉄のバケツみたいなの。またモーニングルーティン取り直さなきゃ。できるまで。このでもカメラやったら暗いところ映らんやろうな。うちの猫も16年来たんで、猫ちゃんは犬飼ってたんですよ。小学校5年生から27歳まで。スピッツとの雑種で、どっかから来た犬に孕まされられて生まれたっていう。ほんでもらってきてもらって、ちょっと黄色い髪の毛の子で、すごい年取ってもめっちゃ可愛かったんですよ。ちっちゃい子にね、散歩してたら、この犬可愛いなって言われたりしたぐらいで、でね、名前決めるときにめっちゃ考えてたんですよ。ほんだら次の日犬小屋見たら、チコって書いてあって、父が勝手に名前つけてました。その前におった犬は、太郎、あと次郎、花子。日本語のネーミングセンス。どうやって帰ろうかな。
ベルクラシック、早めに左手に曲がりたいですね。産業道路から離れたい。さっきのトラック、父の得意先相手ですわ。あの2台目がついてる。もうどうしはったかな、その人も。もうみんな亡くなってますね、これという人は。得意先ちゃいな、仕入れ先でしたね。鉄のパイプみたいなとか。私1年ぐらい働いてたんですけど、結構その鉄関係なんで重たいんで、めっちゃ筋肉つきました。腕肩パンパンになってた。お前筋肉すごいな言われて、お姉ちゃんに。もう T シャツが着れなかったですよ。まだ若かりし頃ですけど。もう20年ぐらい経つね、早いわ。今日のアングルはどうですかね。まさか梅散歩がこんなに続くとは。もう行く場所ないっていうね。元の病院まで帰ってきました。休み休み帰ろう。ゆっくり歩きで。お腹減ってきた。朝はアイス食べました。コーヒー2杯と。東大阪ダイハツビル。なんか幽霊でそうやな。うちの兄もこういう貸し
貸し部屋っていうの、なんていうの、賃貸で借りてるビルなんですけど、幽霊が出るらしいです。なんかね、急に書類をパサッと落とされたり、机の下から足が見えたりするらしいです。アニメは見たことない言うてるけど、らしいですよ。なんか男性みたいです、スーツの。バッテリーがやばくなってる。ちょっとさっきと同じところで休んで変えますわ。予備バッテリーに。山山がぼーっと見えます。あ、さっき座ってたの NTT やってんや。もう空きテナントになってますけど、北伏せビルNTT 西日本、そこで私は休んでおります。よいしょ、バッテリー変えますね。トイレも行きました。コーヒー買って飲んでます。もうトイレが近くて本当に、まあ取ってる量も多いんであれなんですけど、あー、うるさい水に出ちゃうな。なるべく裏道を来たんですけど、音量はどうかな。結構大きい声で喋ってるんですけど、なんか京都の最後はむっちゃ小さい声だったんで、なんかあんまり人おるところでは話せない。びっくりされる。午後から編集しようかな。それか寝るか。あんま寝てないよ。3時に起きてから寝てないよ。もう大通りに出ちゃうか。大通りっていうか、車多いところ。
あこんな土地くれへんかな。家と姉が使う畑と庭なんか犬とかも飼いたいな。そんななんとな。誰かくれへんかねほんまに。姉が先に死んだらどうしよう。一人になっちゃうよ。生活できんよまた生活保護か。うどん。ピザハットができてる。前までなかったの。だからもう、いたた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 た、いたた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 た、いたた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 た。トントン。上司。うるさいからマンションの反対出てきたところと反対方向から帰ります。ここはね、いっぱい小さなね会社がね同じビルに集まってるんですよ。ずっと。ライフもありますよ、そこに。島村とサイゼリア、佐藤、ミスタードーナツ。咲いてるね。あ、公衆電話や。もう私テレホンカードね、昔集めてたんですよ。みんな売りました9000円。多分40枚ぐらいあったと思うんやけど。え、そんなもんだもんねまあただよりはいいかって感じです。
でもね、昔ね、女性の方だったらご存知の方多いと思うんですけど、王家の紋章って漫画知ってます？もうね、ずっと連載してて、今もまた続いてるんやけど、多分40年ぐらい続いてる漫画。なんかアメリカの女の子がエジプトの過去に トリップしてしまうっていう、ほんでその王子から、いろんな王子から好かれるっていうすごい少女漫画があるんですけど、それのね、なんかテレホンカードがね、懸賞で当たったんですよ。それね、その時何気にヤフーオークションに出したんですよ、500円のテレホンカードね。ほんなら2人の人がむちゃせって、10万円になったんですめっちゃびっくりした。あれだけはもうちょっとヤフオクすごいと思ったところですね。好きな人は好きですからね。あと佐渡とフレスコ東大阪、フレスコ長田か、あと杉薬局とヤフーモバイル、美容院、クリーニング、花屋、宝くじ、ここまでたく、あのあれ、クリーニングは出しに来ます。近くにないんで20分ぐらいかかるんですけど、家から。ここもね、ずっと続いてるでしょ、工場が。工場ちゃうね、会社が。ちっちゃいのがいっぱい。ずっと続いてるんです。ここはね、文具団地と言います。文房具屋さんが集まってるんです。日建文具とかね。あと何やったかな。いろいろあります。ウィングホテル、じゃあホテルウィング高いらしいあっちではアラブホテル街ですね。ここもずっと続いてるんです。道までせり出してきてます。車も止まってるしね。これ取り締まれへんのかな。バイカ文具、産経機構も、
清和建設。人おったら喋られへん。あたた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 たあたた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 た。利権の小麦粉。ベイクドマジックがあります。あそこに。そこのローソンは面接受けたんですけど。落ちました。まあ夜を希望してたから落ちるのはしゃあないなと思ったけど、せめて時間この時間やったら来てとかないのと思って。一回使ってみてよって。最初ね、前の仕事辞めた時はね、働かな思っていっぱい会社面接受けたんですよ。ね、もう途中でどうでもよくなってもういいわと思って、ほんで障害年金もらえるようにやりました。日券文具なんか知ってるのはあるかな。ダイソー暑いわ。めっちゃいい天気やん。何歩歩いたやろ今日。軽やかに走ってる。私には無理。もう走れない。エアガンとか売ってる店があります。何の店かなと思って最初姉に聞いたらそう言ってました。あれ由美子さんやったっけ、月曜から夜更かしのあの YouTuber の YouTuber とは言われへんが、あれ結構可愛いですね、由美子さん。なんかうまいことやってるなと思って。カツラも綺麗に つけてるし、体も細いし、私も取り上げてくれへんかな。全部取り上げられるよ。あ、汗垂れてきた。マジ暑い。ビワの木。
めっちゃでかい。あたた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 た。あたた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 た。他のも覚えろって一応フルコーラスあるんですけどねここしか覚えてないっていうもう人間ジャケットも人間ジャンパーもクリーニング出さないといけませんね。洗えるかな。変になったら嫌。この公園でねピカチュウとヒナを拾ってきたんです。最初はね昼間に1匹ちっちゃい猫が木の陰で寝てんの見かけて触れなかったけど逃げなかったんでね、あ、かわいいなと思って。ほんでなんかねその子をね餌付けしてね連れて帰ろうと思ったんです。女の子やったから早くせえな子供作ってまうわと思って餌やり始めたんですよ、夜に。ほんで、ほんならわらわら黒猫がいっぱい出てきて、もう7匹ぐらい黒猫が出てきて、その中にピカチュとヒナがおって、いや、ピカチュとヒナもまだちっちゃくてちょっとちっちゃいかなっていうぐらいで、すごい懐いてきたんですよね。この木陰で、この木のここで寝てたんです。私は巣箱って名前をつけてたんですけど、ここで寝てたんです。ほんで同じく餌やってる人がいて、その頃猫も何回も子供産んでるよって言われて、そうなんだ、ちっちゃいから子猫やと思ってたらめっちゃお母さん猫やったんです。結局最後まで触らせてもらえなくて、触れるようになったのがピカとヒナだけで、ピカチとヒナだけで、ほんで拉致してきたと2ヶ月間ぐらい通ったかな毎日。もう他の猫もわらわら寄ってきて禁止されてんのは分かってんねんけど、連れて帰るまでお願いと思って、もう連れて帰ってからは一切来てないですね。ほんだらもうねいないって、夜見ても姉いつもここ通るんですけどいないって、たまに見かけるけどそんな大量におれへんって言ってましたね。今何時やろ。朝8時半ぐらいにうち出てきましたよね。11時15分。やっぱり結構時間かかりますね。エヴァは遠いですわ。何歩歩いてるかな今で。まだこれから10分もかからんかな。今12,758歩です。結構歩いてました疲れるよね女が歩いたら普段歩いてないこんなデブが歩いたら。あ、帰りましょうか。ここでね工場の人も餌あげてるみたいで、猫ちゃんに。ここでねこの工場でね半日働いて辞めたんです手が遅いから
ない猫小屋みたいになってるんですよ。猫小屋、そこで餌あげてはるみたいで、いつもこのアパートどんな風な部屋割りになってんのかなと思うんですけど、下上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 8個入ってんのかな。下やったら洗濯物干すのはちょっとあれやね。いや別にいいねんけどもし自分が住んだらと考えて、こうやって道歩いてるときにいろんな建物を見てるんです。あ、飛行機雲。飛行機雲。あ、交差してる。手が下がってくるな、すごい。わ、満開。かわいい桜。あ、木蓮が。花の季節だね。桜終わったら花水木やね。ここがね、丸を拾ったところです。このね、遊歩道のちょっと入ったどの辺やったかな。猫ここにすごい来てるんで、こちらのうちにこの辺に落ちてたんかな。この辺姉が帰りに見つけて、で2時間ぐらい経った後、見て森に行ってみようって言ったらまだいてたんです。で生きてるかな、で生きてるってなって、どうやっていいか分からへんから、水ちょっとスポイトでプチュってちょっと上げてみて、で朝一で動物病院行ってミルクの飲み方と作り方とか、うんこの出し方、おしっことか教えてもらって、で温めなあかんって言われて、夏やったから8月20日やったから全然温めることなんて考えてなくて、んでペットボトルにお湯入れて何時間かおきに取り替えながら温めて、
ミルクは2時間おき。最初は自力で飲めなかったから、ずっと胃にチューブ入れてやってました、注射器で。干してすくすくと育って、早く下痢に治らんかな。帰ってきましたよ。すごい、テープしてある。空き家かな。公園の柵に。こういうのが貼ってあります。でも餌あげないのもかわいそうだしね、辛いね。辛いとこですわ。うちのところも一回も端っこの人かな、なんかあげてるみたいで、猫が横切っていきますよ。それではもうマンション着きました。最後までご視聴ありがとうございました。今日の画像はどうでしょうか。はい、よろしければチャンネル登録お願いいたします。さて、うちの猫は出迎えてくれるのか、実験。来ないな。出迎えはなしか。ではさようなら。来へんな、ほんまに。ルームツアーしますか。まるちゃん、迎えに来てくれへんの。下痢治ったか。あとの2匹はあそこで寝てるわ。さようなら。2人目。